スノーマン向井康二、ありえない映像大賞で審査員に印象に残ったのは、亀ですね。9人組グループ、スノーマンの向井康二が、30日に放送される系、ちょうど9。世界のありえない映像大賞年末 SP、5、7時に出演する。世界中から、ちょうど9のありえない映像を集め、究極のありえない映像大賞を4時間40分にわたって決定する同番組に審査員として参加する。18回目、一部地域を除くの放送となる今回は審査委員長に船越英一郎、そして審査員には向井のほか、春日俊明、オードリー、カンニング竹山、菊池亜美、白須仁、高岡早紀、そして SNS 総フォロワー数350万人超え Z 世代のカリスマ、星野ゆなも審査員として番組初出演。審査員たちが数々のありえない映像の中から、究極のありえない映像大賞を決定する。今回登場する映像は、瞬き禁止、はっと息を呑む部門、思わずにっこり、可愛すぎる部門、ハラハラドキドキ、目が離せない部門、そんなこと、まさかの部門、あっと驚いた、見逃せない部門、の5部門で構成される。印象に残った映像について向井は、亀ですね。と回答、アメリカアーカンソー州郊外の路上に、一匹の亀が。通行人が木の枝を亀に差し出すと、驚きの展開に。この映像の他にも、動物の映像に癒されました、と振り返った向井。